アクセラレートは、アメリカ合衆国の競争場、シュボバ。主なカチクラは2018年のブリーダーズカップ、クラシック、パシフィッククラシックステークス、ゴールドカップアットサンターニタステークス、サンターニタハンデキャップ、オーサムアゲーンステークス。2014年のキーインランドイヤリングセールに上場され、バッシュエージェントの LEB によって38万ドルで落札される。デビューは遅れ。 初出走は3歳となった2016年4月、初勝利は同年7月であった。しかし、リステッド競争にも勝利して2連勝とすると、続くロスアラミトセダービーも制して3連勝での重賞初制覇となった。初の G1 挑戦となったブリーダーズカップダートマイル、デモタマークズ、ガンダンラーに次ぐ3着に入り、頭角を表した。2017年は、 年始から勝ちきれないレースが続き、年間で8戦しながら、サンディエゴハンデキャップの一生のみに終わった。前年3着のブリーダーズカップダートマイルでも9着と、大敗するなど、伸び悩んだ1年間になってしまった。2018年、5歳となったアクセラレートは突如、目覚ましい本格化を遂げる。年明け初戦のサンパスカルステークスで、重賞3勝目を挙げると、 続くサンターニタハンデキャップを5馬ハ半差で制して GI 初制覇。その後、オークローンハンデキャップこそ首差の2着となったが、ゴールドカップアットサンターニタステークスで GI2 勝目を挙げる。次戦のパシフィッククラシックステークスからは、主戦のビクターエスピノーザーの落馬負傷により、ジョエル・ロサリオに乗り換わったが、道中で先頭に立つとゴールまで差を広げ続け、2着馬との キサは実に12馬身半という圧勝劇で3度目の G1 制覇を果たす。この衝撃的な勝利によってコバナンバーワンの実力馬としての評価を得たアクセラレートは2019年からレンズエンドファームで種ボバ入りすることが決まり8月29日に同ファームより公式にアナウンスされたブリーダーズカップクラシックの前哨戦オーサムアゲインステークスでは 前年のエクリプス賞最優秀3歳ボバで、ドバイワールドカップ2着以来の復帰戦となる、ウエストコーストとの対戦となった。ゲートが開くと、やや後手を踏む形となったが、3から4角で先行する、ウエストコーストに並びかけ、最後は2バシン1、4差をつけて優勝。これで、GI 競争4連勝となった。1番人気で迎えた、大一番のブリーダーズカップクラシック。 大外14番に入ったアクセラレートはゲート入りを嫌がる場面もあったが、オーサム・アゲイン・ステイクスと同じようなレース展開で三角から先頭に並びかけ、直線でそのまま押し切って勝利。名実ともにアメリカ現役最強馬となった。長教師のジョン・サドラーにとっては、ブリーダーズカップ通算42戦目で、待望の初勝利となった。この年は、 G1 レース5勝を含む6勝2着1回とほぼ完璧な成績を残したが、エクリプス少年度代表馬の座は三冠馬ジャスティファイに譲ることになった。しかし、同賞最優秀小馬の投票では249票中245票の圧倒的支持を受けて選出された。明け6歳となった2019年1月26日、引退レースとして、 ペガサスワールドカップに一番人気で出走するも、不良馬場が答えたのか、シティオブライトから大きく離された三着に終わった。以下の内容は、イクイペースの情報に基づく。引退後は、予定通りレンズエンドファームで、種子バ入りした。初年度の種付け量は2万ドル。ハハイシューズは、現役時代アメリカで8004勝。アクセラレートの一歳上の半。 アニダディ・ディーティーは2014年のブリーダーズカップ、ジュベナイルターフの三着馬。ソボダーリン・エコーのハンアニ2998年のジョッキークラブゴールドカップカチューマのワゴンリミット。ハンアネ、テーヌの子にグレードレース2勝のプソールモント。同じく、テーヌの子に2009年のネギシステークス三着馬のセントラルコースと、四大母スマートダーリンの子に2006年の エンプレスハイカチューマのローレルアンジュ。その子に2016年のジャパンダートダービーカチューマの競泳ギア。ありがとうございます。